フェルナンドでポルトガルは、ポルトガルの王族で、フランドルク。父は、ポルトガル王三種一世。母は、バルセロナクラモンバランゲー四世とアラゴン女王、ペトロニーラの長女ドゥルセ。ポルトガル王アフォンソ二世は兄。デンマーク王バルデマー二世のヒベレンガリアは妹に、当たる。フランス語で、フェランとも呼ばれる。1212 12年、フランドル女博ジャンルと結婚。 共同統治者としてフランドルを統治した。しかし、フランス王フィリップ2世の息子のルイ王大使にフランドル南部の土地を奪われたため、イングランド王女及び神聖ローマ皇帝夫4世と同盟を結んでフィリップ2世に対抗したが、1214年のブービーヌの戦いで敗れて捕虜となり、1227年まで解放されなかった。これ以降、フランドルは、 フランス王家の影響下に置かれるようになった。1233年、ノワイオンで死去した。ジャンヌとの間に、娘、マリーしか生まれなかった。ジャンヌはフェランが死んだ後に、サボヤ・ハクトン・マーズ・を一世の息子トマと再婚したが、子供がなかったため、ジャンヌの死後は妹マルグリットが継承した。ありがとうございます。